皆さんこんにちは、戸田です。昨日おととい、このチャンネルにレアルソシエダ対 FC バルセロナの、ボーバーの一人で解説をする動画を、出しました。で、試合の映像は、ありませんし、ボーバーの一人で試合についてご情報を、実はあれはね、有料のグループを5月も開催したんで、その中の人たちに試合配信をした時のものなんですけど、レアルソシエダってYouTube のチャンネルをクラブとして持っているので、そこに今シーズンの試合もいくつか出てますと。で、僕はTwitter の方に今レアルソシエダを見ない手はないと、今こそ見てフットボールを指導者も選手も勉強すべきだということをつぶやいたんですが、今シーズンラリーガを見てきている方、もしくは昨シーズンから見てきている方からすると、分かってくれる部分はあるかなというふうには思いますし、これまでレアルソシエダを見たことのない人たくさんいると思います。歴史はあります、古豪です。ただ国際的な知名度というか、ビッグタイトルを取ってるわけじゃないので、そういう意味では、このチャンネルで今この動画を見てくれている人の中にも、レアルソシエダ誰みたいなところはね、誰がいるとか今何位とかそういうところあるかもしれませんけど、現在ラリガで良いですので、これはすごいことですので、実際に僕が解説をした動画を出しましたけども、あの試合をもし皆さんが見たら、確実にレアルソシエダのファンに一発でなるだろうというふうに僕は確信してますんで、もし興味があれば、本当そのフットボールを勉強するという意味では素晴らしく質の高い教材ですので、ブンデスだったらね、僕だったらライプツィとか、もちろんバイエルン大好きですけど、ライプツィ見たり、ボルシア・メーヘングラードバッハ見たり、この前ヘルタのとライプツィ見たら、それもすごく面白かったですけど、そういったチームにこそ僕たちが勉強して、なおかつ今の現場で活用できそうなものって結構散らばってると思いますし、もちろんその現象として見たものをどのようにチームに落とし込むかが、これが一番大事なので、方法論という意味では探せばいくらでも出てくると思いますけど、そうじゃないところで、考えてみると非常にまた深く考察できるんじゃないかなと思いますし、単純に見るだけということだけで考えても、レアルソシエダ最高に、素晴らしいチームなので、見てもらえたらなと思ったので今動画を撮ってます。で、この2ヶ月は、もっとだな、2ヶ月以上だな。僕もいわゆる解説者としての仕事は、ほぼゼロで、暇でしたけども、その分自分自身の、これまでとこれからみたいなところは、すごく時間をかけて考えましたし、YouTube のチャンネルの使い方っていう意味では僕はほぼ使わなかったんですけど、僕はあくまで今皆さんとこうサッカー解説者っていう肩書き、人間としてコネクションがあるので、自粛期間で仕事もないし、そういう意味では時間はたくさんあったんですけど、指導者としての勉強したりとか、ディスカッションもたくさんしましたし、自分の大学の活動の方も休止になりましたけど、その、学生とのやり取りも、いろいろありましたし、あとは、この、チャンネル上には、つい先日出したソシエダとバルセロナの試合、こちらだけなんですけども、この、コロナが世の中に出現してから、ひたすらそういう意味では、試合映像はない形での試合解説にかなり明け暮れてきたところはあるので、実は解説者として仕事は全然してないんですけど、逆にそういう意味ではこうたくさん言語化してきたところはあるので、これは、場所でいうとプライベートな有料グループのところなので、なかなか皆さんにお見せすることはできなかったんですが、結果的にすごく僕はこの期間にまた、ブラッシュアップされて鍛えられて、良い状態になったんじゃないかなと、個人的には、考えてます。ですので、これからおそらく、ラリガもプレミアも再開決まりましたんで、おそらくは解説者としてまた、仕事はもらえる形になるのかなとは、思うので、サッカー、フットボール解説者コメンテーターとしての、戸田和幸がまた皆さんのもとに、その試合をきちんと、伝えられるような、もしくは理解が進んでより楽しめるようになるような情報を提供できるように、この2月以上ですね、2月半ぐらい、
非常に僕は良い時間を過ごして鍛えられましたので、その自分でまた、まあ、皆さんにこう貢献できるように、まあ、取り組んでいけたらなと、思ってますので、おそらくまた、中継の方に、戻ることには、まあ、戻るというか戻れることにはなると、思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、それとはまた、別のところで、まあ、ソシエダとバルサの、ね、解説の動画っていうのはいわゆる有料の方でのものだったりするので、まあ、そういうのもまた、今後は引き続き僕は続けていくつもりですので、まあ、関心のある方はまたそちらの方にも足を運んでいただけると、まあ、通常の解説中継は通常のものでその枠組みの中で試合の熱量も含めて皆さんにこう伝えられるように、まあ、自分の場所だともっと、細かく細かく細部にわたるまで、もしくは、まあ、振り返りも含めてかなりボリュームあるので、この前出させてもらったやつだいぶあれ削ってるんですけども、そういう意味では通常の仕事と、まあ、自分の場所での仕事っていうのはまた、内容と、まあ、深さとか幅が違ったりしますので、まあ、そういうところもまた関心持っていただいて、もし、参加してもらえたら、まあ、嬉しいなと、思っております。ということで、まあ、フットボールがまた世の中に戻ってきたなと、まあ、ブンデスも始まってますけど、まあ、来月の僕は有料の方ではブンデスもおそらく扱うだろうと、まあ、ユリアン・ナーゲルスマンについて、ラープツィについて話をしようかなと考えているところもありますので、まあ、そんなところもちょっとだけここでお話しさせていただきつつ、また戻ってきたぞと、そういう意味では自分の仕事もまた戻ってくるかもしれない。で、僕はこのチャンネルは解説者として作りまして、その上で皆さんに少しでも質の高い情報提供ができるようにということで取り組んできましたので、またここから、まあ、試合を中心に皆さんに少しでも皆さんのフットボールライフがまた豊かになるような情報提供ができるように、取り組んでいきますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、この動画はこれまで終わろうと思います。それではまた、次の仕事で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。よろしくお願いします。